精神病で入院したり通院したりしています。障害を克服して社会復帰し自立を目指す人たちも多いんですが、身体障害者や知的障害者に比べると行政の取り組みも社会の理解も遅れているのが実情です。社会で暮らす精神障害者を支える施設の取り組みを取材しました。大阪市東成区にある精神障害者のための地域生活支援センタースイスイ。2年前に開設した時、センターの周辺は異様な雰囲気に包まれました。当時の様子はどんなんだったのかちょっと見せていただければ、はい、こんな形ですかね。開設に反対する300本ののぼり扉がセンターを囲みました。精神障害者ということでやはりその差別偏見するつもりはなかったもわからないということでどうしてもそういう形になってしまったっていうのがあると思います。センターの職員でうつ病の精神障害がある塚本正治さんはこう振り返ります。反対運動を受けてやっぱりずっとここがやっぱ開き続けたっていうことの意義はとても大きいと思う。でなんで開き続けることができたのかというとやっぱり利用者がいてたからや。旗たくさんあったからね。もうそんな旗見てねここスイスイ来るまではしんどいってけども来たらね職員さんいてるしで、まあ、僕なんかは精神障害持って働いてるからで他にもそうやって働いてるメンバーもいてるし塚本さんらもいてるから心強いよから、うん、来るよってそうそうようみんな使ってくれたなってあれから2年、スイスイは悩みや心配事を打ち明けたり同じ障害がある仲間と交流したりする場として地域で暮らす精神障害の人たちにとってなくてはならない場所となっています。最近では精神障害者だけではなく健常者もこのセンターを利用するようになってきています。毎月2回誰でも参加できるギター教室が開かれています。ギター教室では精神障害のあるなしに関係なくそれぞれがギターをかき鳴らして音楽を楽しんでいます。例えば学校へ行ってクラス替えして新しい友達となれるのと同じようにこう時間が経てば なんて言うんですかなんかこう、うん、同じように、こう接し方が分かってきたっていうかそんなになんか難しく考えんくていいんかなって思うようになりました。国は地域生活支援センターを30万人に2カ所ずつ整備する方針です。しかし大阪市阿倍野区では住民の激しい反対に遭い予定地は3年以上も更地のままです。大阪市は来年までに8つのセンターを作る計画ですが開設できたのはスイスイなど3カ所だけです。自分の部屋とか家で一人で閉じこもらざるを得ない状況になった時にやっぱ抱える孤独感というのはとてもしんどいんですよ。でそれはやっぱり体調にいいようには響かない。病院ではなくてね地域で生きていくっていう時にやっぱり支援センターっていうのはまあよろず相談所のようなところなんでねある意味駆け込み寺的な要素もあるしまた継続的な支援をしていくっていう要素もあるんでねとてもやっぱり大切なもんなんで、よく知らないから
時に怖く感じたりもするんでしょうね。そうですね。私たち。ですから今のギター教室のように、はい、健常者と精神障害者とがこう触れ合う機会を通じて、うん、どういうんでしょう、接し方を知れば、偏見というのはなくなっていくんじゃないかと思いますね。明日もですね、この問題について特集でお伝えすることにいたします。はい、さて、精神障害者が地域で暮らしていくことの難しさと同時に、健常者との交流が偏見をなくし理解を深めるために必要だということを昨日の特集でお伝えしました。精神障害者が地域で暮らしていくということは、ただ居場所を確保するというだけではなく、地域に何らかの形で参加していくことも必要になってくるんじゃないだろうか、そんな取り組みを取材しました。精神障害者を支える地域生活支援センターがある大阪府枚方市の NPO 法人日だまりの会。ここには枚方市だけではなく、高槻市や京都からも仲間を求めたり悩みを相談したりするために精神障害者がやってきます。地域に居場所のない人たちのたまり場として日だまりの会ができたのは10年前。これまでランチショップや喫茶店を開きながら地域の住民とのつながりを築く取り組みを続けてきました。町にあるというだけではなくって、町の中で要するに存在するというふうな形の作業というか仕事っていうふうに考えると、地域とのやり取りが絶えず日常的にあるというのが一番いいだろうと。でそういうことを含めて、食べるもので、さらにいつもみんなが出ていけて、でいろんな人たちが関わってくれてというふうなのがいいんじゃないかと。地域にただ受け入れられ一方的に支えられているだけではなく、精神障害者自身が何か地域のために役立つことができないだろうか、そんな思いで去年の春から始めたのは、食事に困りがちな一人暮らしのお年寄りや障害者に夕食を届ける福祉サービスでした。ちょうどいい感じ、ほら、これでほんなら、火曜日から金曜日までの午後、精神障害がある10人ほどの人たちが職員と夕食のお弁当作りをしています。1日におよそ30人分を用意します。お弁当は1つ400円。この日のおかずは鮭のクリーム煮など4品です。ご飯の量を 150g から 250g まで選べるなど、さまざまな要望にきめ細かく応えます。地域の役に立っていると実感することは、精神障害者の自立にもつながっています。お弁当一つ一つに加えて、豪華な一つのものができたらね、それをね食べていってくれるっていう、そのなんてお得意さんこんだけいてるような感じです。要するに向こうで待っててくれはる人がいるわけ、待ちかねて人がいてるからね、できるって感じ。町の中で精神障害者は言うまでもないんだけれども、それぞれ住んでる人たちがそれぞれのいろんなニーズを持ってるであろうと、その辺がお互いに必要な時に必要な声かけて、お互いに手を差し伸べられるみたいな、そういうことが日常的にできていく町づくりっていうのがまずあったらいいなと。でそういう町があれば精神障害を持ってるからということでこうはみ出していったりとか、そういうことっていうのはもっと少なくていいんじゃないかな。作ったお弁当は精神障害者自身が手分けをして待っているお年寄りの元まで届けます。ひたまりです、弁当届けました、どうも。はい、どうもありがとうございました。
り障害を持ってる人たちのこういう、まあ、団体なり作業所なりが ある程度街で存在しようと思うとね、逆に地域にとってどういうメリットがあるんかっていうこともやっぱり考えていかないといけないで、なんか地域のニーズをどう把握するかっていうことをやっぱり考えないとね、本当の意味のやっぱり存在、お互いに存在し合うという意味を持って存在し合うということっていうのは難しいだろうなっていうふうに思うんです。河野さんは夕食の宅配という地域での役割をしっかりと担って精神障害者が普通に暮らせる社会を目指したいと話しています。その健常者とともにさまざまな障害を持った人たちが一緒にいて暮らして初めていわゆる社会というものが成り立っているという考え方がいわゆる近代 その社会というものの、捉え方になってきていると思うんですけども、まあ、その中でそれぞれが時に支えて支えられして、初めて強い社会が築かれていくというふうにも思いますし、またそういったことについて、今しっかりと正面から、捉えて、考える